どうもじゃ、サバイバルおじさんじゃよ。今回はじゃな、デイアフターサバイバルをやってみるぞよ。少しばかりやってみたのじゃが、設置物や作業台などをまずは見ていこうかのう。現在キャラクターレベル15となっておる。まずはこれ車じゃのう。車を修理するには必要な素材アイテムを集めなければいけない。まあこれはサバイバルゲームではよくあるシステム。比較的にすぐ修理完了させられることができそうじゃな。これはスモークハウス。ジャーキーなどを作れるものでアップグレード要素も存在しておる。こちらは革などを製作できる作業台じゃな。これは展望塔らしい。レベル1まで完了しておる。ベッドがあるのだが回復することができる。これはラジオ。サーチボタンをポチッと押すとじゃな。アイテムが表示され、おそらくトレードできるといった感じじゃろう。上に表示されているアイテムがあれば下のものと交換といった感じかな。何やら人間がいるのじゃが、これも種3つで下のアイテムと交換してくれそうじゃな。この人はウォッチというボタンがあるので、広告を見るといずれかのアイテムがもらえるという感じかのう。そんでもって畑じゃな。それからワンコハウス。オスとメスを掛け合わせて子供のワンコを産ませることができる。またそれによりワンコのスキルが複数ついたりするという感じ。そんなゲーム他でもあったのう。おそらく似たようなシステムだと思う。こちらは餌じゃな。ちょっと餌切れとなっておる。ということでじゃな、今のところこんな感じじゃ。早速マップを確認していきたいところじゃが、持ち物はこんな感じでいいじゃろうか。とりあえず、よしとしよう。よし行ってみるぞよ。おっとなんぞこれ、イベントマップ出現したみたいじゃな。マップのレベルはドクロマークの数で表示されておる。他にはどんなマップがあるじゃろうか。ここはドクロマーク2じゃな。橋の事故というマップか。ふむふむふむ。Google 翻訳では訳するの大変なんじゃよ。ここは岩。岩の向かい。岩の向かい。ここはスプルースグローブ。他にはこれは丘陵地帯というマップ。ここはパイプライン、ドクロマーク 3.5 じゃな。それからっと。ここはタワーレベル3でいけるみたいじゃ。ここはヤバそうじゃな。この辺はレベルが高いマップとなっておるのう。まあ大体こんなところじゃろうか。イベントマップもあるから他にもあると思うけどじゃな。まあ、とりあえず自分のレベルに合ったマップでも行ってみるかのう。ここら辺がいいじゃろうか。このゲームの移動エネルギーは200。結構なエネルギーはあるようじゃな。そんでもって着いたぞよ。木や石などは序盤なんでじゃな。取れるものは回収していこう。ボアか。スニーク、しゃがみもある。そんでもってひっくり返った車などや箱などがあちらこちらにあるので物色。おっとゾンビが来やがったな。このマップじゃと鉄パイプは楽に倒せるのう。おっと設計図らしきものを発見。武器には星マークがついているものがあり、レベル的な強さが違う。おっと鉄パイプの星1の設計図を発見。設計図を必要枚数を集めることによってアップグレードできるというシステムじゃな。
マップ上にワンコが登場する。ちょっと持ち物がいっぱいになったため一旦帰ることにしよう。ということでじゃな、このゲーム一旦家に帰っても先ほどのマップはリセットされない。リセットされる時間が23時間51分と表示されておる。そのため先ほどの続きからできるというわけじゃな。だからワンコもいるはずじゃ。ワンコがいたぞよ。これで全てマップ上のものを回収できることとなる。持ちきれなくなったらまた来ればよい。すなわち取りこぼしがないというわけじゃな。そんでもって先ほどのワンコを開封してみよう。これで子犬をゲットしたわけじゃな。ということで今回はデイアフターサバイバル初見プレイをやってみました。ちょっとざっくりとした他ゲートの違いをご報告、またわかり次第プレイしてみたいと思います。興味のある方はプレイしてみてはいかがでしょうか？それでは次回の動画でお会いしましょう。